2004年のタイトル制定から8年以上にわたり、王座は三強に独占された。自分が負けるっていうことを微塵も感じないみたいな、そういうのを思わせる存在ですよね。 BJ さんと許したんですよ。まあそれを見た時になんかこう根拠はないですけど、まあいつか自分もこのタイトルマッチに絡むんだろうなっていうか。バンタム級を象徴する三強以外に初めてその座が渡る。プロデビューしてから8年目の30歳、これまで三強の壁に跳ね返され世界のベルトを獲得できずにいた男が復活を果たした。世界バンタム級2位、三木隆一。ね、やっぱり世の中にこういろんなやることが溢れてるな。その中でもやっぱり格闘技を選びたいなって自分で思えたっていう。鋭い打撃に確実なテイクダウンを目論むケーブリュー MMA。 所属を移し再び輝きを取り戻した三強を知る男がその後釜を狙う。武器はやっぱり体操じゃないですかね。体操で培った驚異的な身体能力を武器に連勝を重ねる新世代の旗頭。世界バンタム級3位、翔猿。やっぱりシュートのチャンピオンっていうのは、まあ、どの階級もやっぱり本物ですよね。みんなが目標とすべき選手だなと思いますね、チャンピオンは。三強とは手を合わせておらず、群雄割拠の中を勝ち残ってきた26歳。関節技、打撃ともに一瞬で試合を決することができる。そして試合後の鮮やかな宙返りも必見。勢いがあって、まあ、一発持ってる選手ですね。今までくぐった平場っていうのの違いを見したいかなと思います、ね、圧倒的な差がある部分はやっぱりグラップリング、うん、確実に1本取りたいと思いますね。これ取らないと始まらないっていう気持ちでいますね。まだチャンピオンにならないことにやっぱり始まらないというか、プロとしてのこう格闘人生始まらないと思うんで、まずはチャンピオン取らないと。三強後の世界、これより新たなバンタムの歴史が始まる。世界バンタム級チャンピオン決定戦、三木隆一 VS 翔猿。